有心と徳府は、唐が九だらを滅ぼした後、現在の中西南道に相当する、九だら旧域の管理を目的に設置した植民地。唐が高栗と九だらを滅ぼした後、旧高栗領を、安藤と五府、旧九だら領を、有心と徳府、白木も藩属国から鳥林州と徳府へ切り替え、半島全域を厳しいとしたため、一時的に、朝鮮半島から国はなくなった。 660年、くだらが滅亡すると旧域は、有神と徳府の管轄とされ、有神府、弦、中西南道府与軍、馬官府、東名府、徳安、府、近蓮府、大宝州が設置された。有神と徳府は、宮恵比寿、上宮、林徳、陰城、三根、安炎、貧、木下、鈴村、天豚、何し、徳安、達山の十三県を、 東明と特府は、雄心、露心、窮地、富林の4県を、金蓮府は、平恵比寿県を、馬官と特府は、ヒー壁中、布渡るし、ハンコの4県を、大宝州は、至りリ止め、軍名、都山、ハンナ、竹軍、布県の6県を、それぞれ管轄した。東軍少量の大分度が死去すると、くだら最高の機運が高まり、 不与明の重視である福神は、大分度の死去に伴う政治混乱を利用、日本から不与とよを招いて擁立、宗戸目城を拠点に日本と協力し、当朝を攻撃した。当朝は661年死に駐留した、東軍将領であった、劉神岩を、有神ととく、大法終止死に、任命、663年に、白月の絵の戦いにて、くだら、 日本連合軍を破り、くだら最高計画は失敗している。くだら復興運動が失敗した後、劉仁丸は党へと帰朝し、劉飛都市州がくだら守備に任じられた。劉飛都市州は、戦乱被害を受けた地域の復興に努め、また665年には、各都督府、州、県の合併が進められた結果、六都督府州は統合されて新たに、 有心都督府の下で7州都有心13県になり、府地は市場に設置され、前くだら大使である、ふよたかしを、有心都督府都督に任命し、くだらこち及び移民の管理を命じた。しかし、ふよたかしは旧敵である白木の侵略を恐れて、着任しなかったため、当軍少量であった、劉仁紀が、県業有心都督として着任した。高栗滅亡後、劉仁器、 劉ガンは帰国することとなったが、不与高氏が着任を拒否したため、有神都督の業務は、有神都督府長氏の長瀬、有神都督府芝のねじめ軍により代行された。その後、白木が反乱を起こし、670年7月に襲撃、有神都督府の82条を落としている。その後も、白木の侵略はやまず、くだら旧域の大部分は白木が占領。 当庁が、九だ九旧域統治の中心地としていた、有心、地に迫った。当庁は、摂人機を鳥林道総監に任命し、有心と特府と共同して、白木に対抗したが失敗。有心と特府は白木に占拠された。白木騒乱の終結後、676年2月、当庁は、有心と特府をしより、県安古城二転、安藤と五府が管轄する。 安州都督府と統合された。686年、白木は、有信州に、同盟の有信都督府を設置、757年に、熊川と解消された。940年には、高麗により熊川は、甲州と解消され、都督府が設置されたが、983年に、甲州府に昇格している。ありがとうございます。